広げていきましょう。先ほど申し上げました戦争の加害者にも被害者にもならない、アメリカの戦争の下請け法はまさに人員の肩代わり、戦費の肩代わり、そしてリスクの肩代わりを日本はやってはなりません。莫大な莫大なお金を使い、侵略戦争の泥沼の戦争の汚い戦争の一体となって何をやるんでしょうか。日本があまりに多くのものを失う。だからこの法案に断固反対です。来週まさに派遣法の改悪法案がまさに採決されるかどうか、そんな山場を迎えるかもしれません。廃案にすべきです。そしてこの戦争法案、民主主義は憲法違反の法案を許さない、その声を大きく広げて、この法案みんなの力で廃案にしていきましょう。憲法違反の戦争法案、こんな提案する安倍内閣の一刻も早い退陣を実現するべく、共に頑張っていきましょう。全力で頑張ります。ありがとうございます。福島さん、ありがとうございました。だいぶ参加者が増えてきました。通路の確保にご協力をもう一度お願いいたします。また傘がぶつかり合わないように譲り合ってご参加ください。それではここで、もう一度コールを行いたいと思います。高山さん、よろしくお願いいたします。すいません、もう一方ご紹介いたします。民主党から衆議院議員の佐々木貴博さんがお見えになっています。お忙しい中ありがとうございました。それではコールの方に移っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではまた国会に向けて、大きなコールを上げていきましょう。戦争法案絶対反対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 。戦争法案今すぐ廃案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 。国際戦争支援法反対。国際戦争支援法反対。Thank you.
力で進むぞ。続きまして主催3団体からご挨拶をお願いいたします。最初に解釈で憲法9条を壊すな実行委員会の高田健さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。雨が降ってきましたけれども、たくさんの仲間が今戦争法を絶対阻止する、そうした思いを持ってここに結集しています。皆さん、2015年8月30日この日は、私は社会運動史に必ず記録される大きな戦いを皆さんと一緒にやったと思います。2015年8月30日国会を12万の人々が戦争法廃案、安倍政権退陣を要求して結集した。多くの人が言うように、1960年安保以来、この政治課題で国会内にこれだけ多くの皆さんが集まったというのは本当に初めてのことです。この集まりを誰が一番恐れたか、もう皆さん分かると思います。安倍首相官邸がこの12万人の大きな結集を最も恐れ、今震え上がっていると思います。自由民主党のその後の会議の中でも、村上さんとか、あるいは三輪元厚生労働大臣とか、そういう人たちがこの声を聞かなければいけない、無視はできない、もっと慎重に辞任すべきだという声が聞こえてきたではありませんか。そして皆さん、地方議会です。いろんな地方議会で一旦否決にしたこの戦争法廃案の請願を再度この戦いの後解決しているという報道がいくつもいくつも出ているではありませんか。そして与党公明党を支えている党幹部会の中から、あの8月30日の多くの仲間が結集をしてきた与党公明党もまたこれに震え上がっていると思います。皆さん、この12万の結集に対して警察が3万3000人と発表しました。多くの人がなぜだろうというふうに言っています。ご存知のように、かつては必ず主催者発表と警察発表というのがおかしいことなんですけれども、ありました。しかし、あまりにもそれでは警察は惨めなことなので、ここしばらくこうした社会運動、政治運動に対してはいわゆる警察発表というのは一切なかった。それなのに突然8月30日に限って警察当局者の発表では3万3000人だという話が出てきました。おかしいじゃないですか。皆さん、警察当局はこの数字にどれだけの責任を持つのか、総掛かり行動実行委員会としては正式に正面から問いただすつもりでいます。皆さん、この12万人の結集に泡を吹いたどこかがこうした指示をしたとは思いませんか。どことは言わなくても分かるじゃないですか。皆さん、12万を3万3000、あまりにもあまりにも数字の計算ができないのか。小学校に入らない人にからも笑われるような話ではないですか。特定の会社の名前を挙げたくありませんが、某産経新聞はこの数字を3万2000人と言った。なぜか警察よりも1000人少ないんですが、そしてご丁寧に地図に四角い輪まで囲んで9個のエリアを作って、これを全部足すと3万2000人だという、そういう新聞記事を書いた。
自分で取材したんじゃないんです。どっかの空撮を上から9個のエリアに分けて3万数千人という発表です。皆さんどこだと思いますか？場所は北海道正門前だけなんですよ。この写真、北海道正門前だけを9つの仕掛けに分けて3万何千人という、これならどうですか？国会のこの裏の方も、永田町自民党の前にも、首相官邸の前にも、私たちの仲間はワンサといた、あの決壊した車道だけで、某産経新聞が言うように、3万2千人あるとしたら、ここ全部を囲んだのは何万人いるというのか。そしてこれだけではありません。ご存知のように、日比谷公園から霞ヶ関一帯、ある人がドローンを飛ばして5メートル上空から全部空撮をした。私はフェイスブックで見ました。本当に人がつながってる。産経新聞は反省をする必要がある。自分で調査もしないで、机の前で警察発表だけを信じて、そういう報道をする。ジャーナリズムの数々にも全く置けない。恥を知るべきです。皆さん、今新たな情報があるのをご存知だと思います。各地下鉄の駅に30日何人降りたかという駅には統計があるんです。それを全部調べた国会関係者がいます。例えば桜田門の駅は答えなかった。例えば赤坂に来て赤坂は答えなかった。それからその人は日比谷とかそういうところは調べていない。主要4つの駅だけで8万いくつ、通常の乗降者を日曜日であることを差し引いても6、7万はいるという地下鉄関係者のその駅の集計だけの報告です。桜田門がもっと多いんですよ。そしてこれだけではないでしょう。全国からバスで来た、多くの人が正門に来たくてタクシーを買ってどんどん来た。それ以外のいろんな駅から新橋から含めて、なんとか国会正門に来たいということで多くの人が歩いてきた。これをこの地下鉄関係者の報告だけで12万というのは全く当たり前ではないか。私たちはこの間さまざまな集会をやってきた。そういう中でこの国会周辺がどのくらいいるか、そして7つのエリアを設けた各ステージにどのくらいいるか、全部集計して責任を持って12万と発表した。産経新聞はせめてこのぐらいの調査をやれ。警察のお立場を担いで3万数千などと恥ずかしいことを言うべきではない。これだけの2015年8月30日、12万の多くの市民が結集して怒りの声を上げた。私たちはこのことを必ず歴史に記録に留めたい。確信を持って、根拠を持って、権力や一部のみすぼらしいジャーナリズムがこういうデタラメを言うとも、私たちは絶対に忘れない。この点をお願いをしたいと思います。皆さん、8月30日で我々の戦いは終わったんではありません。今日を含めあと3週間、もう安倍内閣と与党はこの法案に関してメロメロです。ボロボロ。途中で11日と言ってた競争対決の日程ももはや崩れた。その次の週だと言って、その次の週は5連休です。そして27日が来る。私たちはこの法案を阻止する可能性を今持っている。この後総掛かり行動実行委員会は行動停止がありますけれども、連続の大変厳しい戦いを皆さんにお願いをしたいと思います。皆さん全力を挙げてこの戦争法案を潰しましょう。我々のこの時代に生きる、この時代に生きる者として責任を果たし抜こう。戦後70年をこれで終わらせるな。私たちにはその可能性がある。皆さん。
と一緒にこれから全力を挙げて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。高田さん、ありがとうございました。続きまして、戦争させない千人委員会より事務局長の内田正俊さんです。よろしくお願いします。70歳の発言が戦争をさせない千人委員会事務局長の内田です。8月30日は私たちはこの運動に大きな支援を切り始めました。私は国会の正門前に多くの人たちが集まる姿を見て、あの路人が言った、希望とはもともとあるものとも言えないし、ないものとも言えない、それは地上の道のようなものだ、もともと地上に道はない、歩く人が多くなればそれが道になる、この言葉を本当にしみじみと感じておりました。さて皆さん、今日私がお話したいのは、あの8月14日の安倍首相の70年談話の中で、安倍首相はこういうことを冒頭に教えております。アジアで初めて立憲政治を打ち立て、独立を守った日本の戦った日露戦争は、植民地支配に苦しむアジアの人々に対して大きな勇気と元気を与えた、こういうふうに言っております。今私が言いたいのは、その後の日本の歩みについてはありません。問題なのは、安倍首相が高らかに言う立憲主義を、立憲主義の政治を確立したということです。今安倍首相のやっているあの閣議決定による集団的自衛権行使の容認、あるいは衆議院における強行採決、まさにこれこそ立憲主義の政治ではないでしょうか。今朝の朝日新聞のインタビューで、元最高裁長官がこの集団的自衛権行使の容認を許さないとしたのは、まさに立憲主義に制するものであるかであります。多くの憲法学者がこの法案に反対しているのは、まさに立憲主義の否定に捨てるからであります。いろんな意見を有する自民党が一丸となってこの法案に反対しているのは、まさに立憲主義の否定だからであります。安倍首相は言っていることとやっていることが全く違う。彼はこの集団的自衛権行使の容認にした際して、赤ちゃんを抱いた母親を守るということを言いながら、たとえ母親では命は確かに大事なものである、しかし時にはそれを投げ捨てでも守らなければならない価値があるということを考えたことがあるだろうか、こういうことを彼の著書の中で堂々と言っております。私たちは政治家に命を投げ捨てでも守るものがある、そういうことを言わせない社会を作るために、この70年間を生きてきたわけです。しかし皆さん、この立憲主義の否定ということについては、もっともっと私たちが想像する以上に深刻なものがあります。多くの国際政治学者、そういった人たちが、今の問題について危険だなんとか言うけれど、安全保障はどうなんだ、こういうようなことを言っております。あの北岡新一は、まずそういうことならば憲法を変えるべきじゃないでしょうかというインタビューに対して、笑いながら憲法を変えるには時間がかかるんですよと、こういうような言い方をしている。あるいは有事法制が成立した2000年時点で、あの田中昭彦総大教授は、安全保障の問題を乗ったときに、まず法律中心主義の議論があった、しかし今回それを克服した、これは非常に結構なことだ、こういうような言い方をしています。そうじゃないんです。安全保障の問題をめぐっても、すべて法律中心主義、憲法に基づいたそういった政治を行わなければならないわけです。かつて総帥権のそういう守るが立憲主義を否定し、そしてアジアで2000万人、そして日本で320万人の下、日本全土がこの焼け野原になったわけです。私たちは立憲主義が否定された場合に、どういう社会が実現するか、どういう社会を将来するかについて想像力を働かせるのではありません。私たちは立憲主義を堅持し、そして今昔陸軍、今日米同盟、こういうような状態を許してはいけないと思います。8月30日の大きな試練を乗り越えて、私たちはさらに今憲法97条が言う
この憲法は日本国民に保障する日本的人権は人類の金にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去日産の支援に対え現在及び将来の国民に対して犯すこともできない権利として認定されたものである。まさに私たちはこの今支援に立っている日本的人権立憲主義、これを擁護するために立ち上がろうではありませんか。ありがとうございました。内田さん、ありがとうございました。主催3団体の最後は、戦争する国づくりストップ、憲法を守り生かす共同センターの笠渡義雄さんです。よろしくお願いします。